ギボチュール。はいさよじさん、郵便の三の便は抜くとんな、抜くとらわんりはきらんな、ありありわらばえわらば、三の便のあたいしわんりんかい、抜くとんでゆうなえわらば、あんせおじさん三五便し不足やみせやいすびんわんでくみせみやさあさはいさいおじさんはいさいおじさん、ゆうべのじゅりごはのかばさよい、うんじゅん一度めんそれありありわらばえわらば、知事中島はたんじとおじさんや天の株の指導、安政おじさんめなちあまりくまとてわんねひんすやたきちきゆみやさあさふっふっふっやさあさふっふっあってやさあさせい。はいさギボちゃんはいさギボちゃん、指のギボちゃんのカバーさよい、いいギボチューブをご覧の皆さん、はいさい、こんにちは、これを沖縄ではいさいと言いますけど、おじさんは沖縄でおじさんと言います、まあ、こんにちはおじさん、はいさいおじさん、お届けしました。いやおじさんっておじいなのかな、ちょっと調べてみます。木梨昇吉さんではいさいおじさん、まあ、実は木梨昇吉さんの曲は花一回やってますからね、二発目にはなるんですけど、僕は木梨昇吉さんの曲はすげえなと思う曲ばっかりで、なんかやっぱもう、まあ、木梨昇吉さんのライブを見に行った時に言ってたのが、いやー降ってくるんだよねって言ってましたね、曲が降ってくるそうです。ひこちゃんはどうしようかってこうかき集めて積み木を組み立てるようにやる、まあ多分天才肌ではない方だと思うんですけど、やっぱあの人とかは木梨昇吉さんとかは天才なんでしょうね。天才に生まれたかったな。また来週。バイチャ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 。